どうも、国さんです。今回の動画なんですけども、今回はね、後ろにあります新しくできましたホテル F 金沢さんですね。ここのねホテルをご紹介したいと思います。ここのホテルはですね、2020年の8月にオープンしたばっかりなので、まだ1年経ってないホテルなんですね。ここの F 金沢さんの F という意味はですね、無数の文化や歴史が複雑に絡み合い、エフェクト、影響のことでして、影響し合って生まれたデザイナーズホテルというところになります。F 金沢さんはですね、岐阜県の高山にもございまして、あと京都の方にもですねホテルございます。ホテルはね、国内に3拠点あるんですけども、各ねホテル一つ一つごとにですね、その土地のね伝統などをねしっかりと取り入れたホテルになります。それではですね、ホテルの中に入っていきたいと思います。それではですね、部屋の方をご紹介していこうと思います。私の部屋はね、この301号室ですね。それでは中に入っていきましょう。はい、まずねドア入って右手側がハンガーですね。それと靴べらですね。その隣には鏡があって、こちらの左手側、こちらはねおトイレですね。はい、ウォシュレットタイプになってますね。そしてトイレの右手側がねお部屋になります。うおー、めっちゃ広い。左手側ね、台所ですね。まず最初にね、湯沸かし器あったり、ウェルカムドリンクですね。はい、飲み物、あとこちらが町屋コーヒーですね。はい、あとお茶のティーパックと紅茶ですねのティーパックがあるような感じですね。そして右手側が IH のコンロで、水道があって、で電子レンジですね。そして下側の方には電気洗濯乾燥機と書いてありますね。そして右手側にはテーブル、はい、ゴミ箱があって、こちらの方にはベッドですね。ここの部屋はねツインベッドになりますね。その隣にソファーがあって、テーブルがあるような感じですね。でベッドのこちら側の方には空気清浄機が置いてありまして、テレビが置いてあるような感じですね。そして台所のね右手側のこちらのドア、こちら何でしょうね。はい、入っていきましょう。おー、あ、こちら浴室ですね。はい、左手側、はい、洗面台ですね。で、こちらが浴室になります。いや、めっちゃ綺麗だ。やっぱ1年経ってないホテルなので、めちゃくちゃ綺麗です。いや、広いな。はい、そしてドライヤーの方もね、洗面台の方にございました。そして洗面台の下の方に行きますと、フェイスタオルとバスタオルですね、ちゃんとこれもあります。そしてゴミ箱になりますね。そしてここのね外の景色、どんな感じになってるのか見ていきましょう。ここね面白い作りになってまして、これね襖だからこうやって開けるのかなと思いましたら、いやいや違うんです。これを引くんですね。はい、外の景色はねこのような形になっております。今日の夜はねもう雨が降っちゃったので、こう窓にね水滴ついちゃって、ちょっと見づらくなっちゃってはいるんですけども、目の前はね三井ガーデンホテルというねところになりますね。ここ近辺はね当社ビルが結構多いような感じなんですけども、去年ぐらいから金沢はホテルがどんどん新しいのが建ってますので、ここのね F 金沢さんのホテル近辺もねホテルがどんどん増えてるような形みたいです。そして次はですねスイートルームの方をご紹介していこうと思っております。こちらのスイートルーム、撮影許可の方がねおりましたので、皆さんにねこの F 金沢さんのスイートルームどんな感じなのかご紹介していこうと思います。まず入ってみますと、奥にリビングルームですね。
そして左手側にツインルームと同じキッチンになります。側面には和を強調するようなデザインのタイルになってますね。そしてリビングの方なんですけども、ソファーが2つあるんですが、このソファーのデザインが金沢らしさたる網目模様の金色になっておりました。近くでソファーの柄を見てみますとこんな感じになります。金色だから派手というイメージになるかと思うんですけども、トーンを抑えた色になっているので心が安らぐ感じでした。次はリビングの隣の方へ行きますと、こちらはベッドルームになっておりました。私が宿泊したツインルームではワンルームにリビングとベッドがある形だったんですけども、スイートルームでは分けているんですね。天井の明かりはこんな感じで寝室なだけに間接照明にしており、でも綺麗でした。お次はベッドルームの隣は畳のある和室になっておりました。スイートルームは最大4名まで宿泊が可能で、こちらの和室では敷布団を2名分引いてお休みになることが可能です。最後にこの部屋の入り口の右手側には浴室となっておりました。こちらでは洗面台が2つありまして、鏡がね大変大きいです。奥側には浴室があります。とても大きい浴室なんですね。そしてこの浴室にはトイレも設置されておりました。はい、これでね部屋のレビューの方は以上になります。私の方はですね、これから夕飯をね食べに行こうと思いまして、そちらの夕飯の方はね次回の動画の方でねご紹介していこうと思っております。次はですね翌朝の朝食、そちらの方をねご紹介していこうと思っております。こちらの朝食もですね地域密着という形でね、地元で有名なお店そことコラボしたという形の朝食になります。それではですね、私はこれから夕飯の方行きたいと思いますので、今日の動画は以上となります。いただきます。はい、ホテルの方チェックアウトしてきました。今までの映像いかがだったでしょうか。ここのホテルはですね、金沢の伝統工芸をね色濃く反映されているデザイナーズホテル、まあそんな感じでしたね。はい、そこで冒頭の方でね説明ちょっと足りなかったのがありまして、ここのチェックインはですね15時午後の3時チェックインになりまして、チェックアウトがですね翌日の11時まで、結構遅いね時間帯までいられるような形になってます。それと1点なんですけども、ここのホテルからですねこちらの方行きますと、すぐ目の前にね歩いて5分ぐらいで近江町市場があります。逆側の方ですと片町の方ですね、こちらの方がだいたい10分から15分ぐらい歩いて片町の方行くような形です。長町武家屋敷とかそちらの方ね、区にもアクセスがねとてもしやすい場所になっております。
今回の動画ね良かったなと思いましたらグッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録の方もですねよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。